はい、皆様、こんにちは。ひ弘です。今回は、平安時代の後期に起こった大きな戦いである、方言の乱と平治の乱について解説します。ちなみに、方言の乱の方言は、保言と読むこともありますが、どちらでも大丈夫です。今回の動画では、方言の欄で統一します。また、注意点が一つあります。僕は歴史の専門家ではなく、歴史が好きで勉強している素人です。 なので動画の内容にもしかしたら細かい間違いがあるかもしれません。その点ご理解いただき動画をご覧ください。また今回の動画は時系列としては現在放送中の大河ドラマである鎌倉殿の13人の前の話ということになります。鎌倉殿の13人の主人公である北条義時の解説動画はすでに投稿しているので、今回の動画の続きとしてこちらの動画をご覧いただくと、今回の動画の続きの話もわかる。 という構成となっています。はい。ということで、前置きはこの辺にして、早速本編に入っていきましょう。では、まず最初に、摂関政治の衰退と陰性の始まりについて解説します。いきなり方言の欄について解説したいところではありますが、方言の欄を理解するためには、平安時代の政治システムについて、最低限の知識を持っていなければならないので、まずはそういった話をします。 ということで、平安時代の政治の変遷についてお話ししますが、まず平安時代というのは794年から1185年まで約400年間続いためちゃめちゃ長い時代なんですね。で、そのめちゃめちゃ長い時代なわけですが、政治の変遷についてざっくりと区分するならこんな感じになります。 初期が天皇神聖、中期が摂関政治、後期が陰性となり、今回の話は後期の陰性の時代が舞台となっているということになります。それぞれの政治システムについて、まずはざっくりと解説します。初期の天皇神聖というのはすごくシンプルで、天皇自らが政治を行うという政治システムになります。794年に平安京に遷都した天皇は、漢武天皇という方ですが、 この天皇からしばらくの間はずーっと天皇が自ら政治をする世の中だったわけですね。ただ平安時代の中期頃になると摂関政治というものが栄えます。摂関政治の代表人物は藤原道長さんということでつまり平安時代の中期頃になると天皇ではなくて藤原氏という貴族が政治を行う世の中になっていったわけですね。 そして平安時代の後期になると陰性という政治システムが栄えます。陰性を始めたのは白川上皇という人で、上皇というのは元天皇のことを言って、ちなみに上皇が出家すると法皇と呼び名が変わりますが、つまり陰性というのは天皇とか藤原氏みたいな人ではなくて、元天皇だった人、上皇が政治を行う政治システムということになるんですね。 ということで、摂関政治と陰性については、この後さらに詳しく解説しますが、まずざっくりと平安時代の政治の変遷についてお話しすると、初期は天皇が政治をする時代だった、中期は貴族が政治をする時代だった、後期は上皇が政治をする時代だった、ということになります。それでは、平安時代の中期頃に栄えた摂関政治ってどういう政治システムだったのか、簡単に復習します。 今から出てくる人物はすべて架空の人物になりますが、藤原奈美平という藤原氏、貴族がいたとします。で、藤原奈美平はもっと出世をするために、娘の藤原のサザエをマスオ天皇に嫁がせることに成功したとします。そしてこの二人の間にめでたくタラちゃん、タラ神皇が生まれたわけですね。で、重要なのはタラ神皇がどこで育てられるかという話なんですが、 この時代、タラ親王はお父さん方のマスオ天皇の家系で育てられるわけではなくて、一般的にはお母さん方の藤原家で育てられるのが普通だったんですね。ということで、タラ親王と藤原家のつながりがすごく強くなるということになります。その中でも特に、タラちゃんにとって、ナミヘイはお母さん方のお父さんということで、外祖父に当たるんですね。 そして、外祖父にあたる奈平がタラちゃんにとって特に大きな影響力を及ぼすことになるということになります。なので、タラちゃんが後にタラ天皇となった時に、この奈平、外祖父が天皇のことを補佐する摂政と関白。ちなみに摂生と関白の違いは、天皇がちっちゃい頃は摂政天皇が元服した後は関白と名前が変わるだけですが、 この摂政と関白になった奈平が、タラちゃんのことを補佐して、実質的にタラ天皇の代わりに政治を行っていく。これが摂関政治というやつなんですね。つまり摂関政治というのは、天皇の外祖父となった藤原氏が、天皇が子供の頃は摂政、天皇が大人になった後は関白という、天皇を補佐するポストについて政治を行う政治システムということになります。 ちなみに、えー、こうやって代々摂政とか関白についてきた藤原氏の家系のことを藤原石関家と呼び、この藤原石関家が方言の乱にも関わってくるということになります。はい。こんな感じで平安時代の中期頃に石関政治が栄えたわけですが、その中でも特に石関政治の代表人物といえば、やはり藤原の道長になります。 というのも、この人はなんと、三人の天皇の外祖父となって、ずーっと政治の実権を握り続けた人なんですね。ということで、こんな歌を聞いたことがあるのではないでしょうか。この世をは、我が世とそう思う、望ちのかけたることもなしと思えば、ということで、すごく簡単に言うと、この世は俺のものだぜ、という歌なんですね。こういう歌を歌えるくらい、藤原の道長は、摂政関白として、権力を振るい続けた、ということになります。 ただ、そんな摂関政治にも、ついに陰りが見え始めます。ちょっとスライドを戻しますが、結局のところ摂関政治というのは、娘を天皇に嫁がせて、その二人の間に男の子が生まれて、その子が天皇になれば自分が外祖父になれる、みたいな作戦なわけですが、娘と天皇の間に男の子が生まれるかどうか、もっと言うと子供が生まれるかどうかっていうのは、産んだのみなわけですよね。なので摂関政治というのは、産んだのみなところがあって、 めちゃめちゃ運が良かったのは藤原道長なんですが、ただ道長の長男の藤原頼道はお父さんの道長とは対照的で、全然王子が生まれなかったんですね。その結果、実に約170年ぶりに藤原氏を外籍に持たない、要するに外祖父が藤原氏ではない、御三条天皇という天皇が即位することになったんですね。 で、五三条天皇からすると、藤原氏、そんなの知ったこっちゃない。俺の外戚にはそんな奴いないぜ。ということで、五三条天皇は、久しぶりに天皇申請をしたい。俺が政治をするぜ。という姿勢を示した天皇だったわけですね。こうして、次第に摂関政治に陰りが見え始めてくる。ということになりました。そして、五三条天皇は、藤原氏を外戚に持たなかったので、 次の天皇を自分が自由に決めることができて、自分の息子の定人親王という人に行為を譲りました。そしてこの人が白川天皇となり、御三上天皇は御三上上皇となったわけですね。ただ本当は御三上上皇は白川天皇ではなくて、もう一人の王様である、王様じゃないや、王子様である、さね人王の方に行為を譲りたいと思っていたんですね。 というのも、佐根人新郎は外籍に藤原氏を持たなかったんですが、実は白川天皇というのは、バリバリ奥さんが藤原氏で、外祖父にも藤原の諸真という人がいたんですね。なので、天皇申請を目指す御三条上皇は、本当は白川の方ではなく、佐根人新郎に行為を譲りたいと思っていたんですが、まだこの頃、佐根人新郎が幼かったので、仕方がなく一旦白川の方を天皇にしたわけですね。 なので、御三上上皇からすると、白川天皇というのは、サネヒト王が大きくなるまでの中継ぎに過ぎなかったので、御三上上皇は白川天皇に対して、サネヒト神が大きくなったら、お前はサネヒト神皇に好意を譲るんだぞ、というふうに約束させていました。ただ、こういう状況が白川天皇にとってみれば、面白くありませんでした。というのも、白川天皇には、タルヒト親王という息子がいたので、 当然、白川天皇からすると、弟よりも息子に好意を譲りたい。息子に次の天皇になってもらいたい。と考えるのは、まあ当然な話なわけですよね。なので白川天皇は不満を覚えていたわけですが、こういう状況の中、たまたま後三条上皇とサネヒト神が相次いで亡くなったんですね。 ということで、白河天皇にとってみればチャンスということで、今のうちにさっさと息子に好意を譲ろうと考えるんですね。ということで、樽人親王はこの頃まだ7歳とか8歳くらいに過ぎなかったわけですが、この人に好意を譲って、この人が堀川天皇になったということになりました。ただ、堀川天皇は即位した時まだ7歳とか8歳くらいでしたので、もちろん自分では政治ができません。 ということで、お父さんであり、上皇の白川上皇が政治を進めるということになりますが、ただ、白川上皇というのは、藤原氏とのつながりが強いので、白川上皇が好き勝手やっていたわけではないんですね。はじめのうちは、堀川天皇を支える形として、白川上皇と藤原氏が協力して政治を行っていたわけですが、ただ、藤原石関家の方でごたごたが起こります。藤原の諸実が年を取ったということで、 息子の諸道に摂政関白の地位を譲るんですが、この人が急死してしまうんですね。その結果、ただざねという人が堀川天皇の関白となったんですが、遺憾船ただざねはいきなり関白となったので、この頃まだ20歳くらいで政治の経験もほとんどなかったんですね。 ということで、堀川天皇だったり、ただざね、こういう人は幼くて政治の経験がほとんどなかったので、こういう人たちの力は下がる一方で、白川上皇の方にどんどん権力が集中するようになっていったんですね。こんな感じで、白川上皇は、初めから俺が好き勝手やるぜ。 と思っていたわけではなく、最初のうちは藤原氏とちゃんと協力して政治を行っていたんですが、藤原氏の方が勝手に力が下がってくれたおかげで、なし崩し的に白川上皇に権力が集中して、長皇とか、長皇が出家したら法皇と名前が変わりますが、長皇とか法皇が天皇に代わり政治を行う陰性という政治システムがなし崩し的にスタートしたということになりました。 ちなみに陰性が始まった年は白河天皇が堀川天皇に行為を譲った1086年からと考えるのが一般的となっていますちなみになぜ陰性という名前なのかというと当時人のことを名前で呼ぶのではなくて住んでいるところとか役職で呼ぶってことが一般的だったんですねで陰というのは長江が住んでいるところのことを陰と言いますつまり長江のことを陰と呼ぶこともあったわけですね で、院である長校が政治を行う政治システムなので、これのことを後に院政と呼ぶようになったということになります。はい、ここまでが摂関政治と院政の説明になります。ちょっと時間がかかってしまいましたが、それだけ重要な話なんだなと思っていただければ幸いです。ということで続いての話、白河院と平家の台頭に入りましょう。 今の状況は、堀川天皇のもとで白川院が実権を握っているという状況になります。ちなみに、院政という政治システムにおいて政治の実権を握っている人のことを地点の君と言いますが、つまり今地点の君は白川院ということになります。ただ、実は白川院が地点の君であったのは、堀川天皇の時代だけではなく、 その先の、蕎麦天皇、諸徳天皇の時代、ずっと地天の君は白川院であり続けたんですね。つまり白川院は、堀川天皇の時はお父さんとして、蕎麦天皇の時はおじいちゃんとして、諸徳天皇の時はひいおじいちゃんとして、ずっと地天の君であり続けたということになります。そして、これだけ長い間、地天の君であり続けた白川上皇は、 まあちょっと調子に乗っちゃったところもあったのでしょう。このようなことを言ったとされています。鴨川の水、スゴロクの際、山法師、これだけが私の思う通りにならないのだ。ということで、まあ、逆に言うとこれ以外は全部私の思う通りになるって言ってるので、それだけ白川院に力があったというのがわかりますよね。で、この内容をもうちょっと詳しく見てみると、鴨川の水は自然現象なのでしょうがない。 スごろくの際も運の問題なのでしょうがないということがわかりますが、山法師って何なのかというと、この頃山法師が豪走をするっていうのがめちゃめちゃ頻繁に起きていたんですね。つまり仏教勢力が僧兵といって武器を持ったりしてですね、みこしを担いで、朝廷はなんちゃらせようみたいな感じで、朝廷に対して仏という権威を盾に自分たちの要求を押し通そうとする、そういう豪祖というものがめちゃめちゃ起こっていたんですが、 この豪祖に対しては白川上皇ですら私の思う通りにならないと考えていて、まあ、要するにそれだけ豪祖というのがめんどくさい問題だったわけですね。そこで白川院が豪祖みたいなめんどくさい問題に対応するために置いたのが北面の武士という組織になります。これは院直属の軍で、こういう北面の武士と呼ばれる人たちが豪祖の対応をしたりとか、 院の警備をしたりとか、盗賊とか、海賊とか、そういう人たちを退治して、白河院を武力で支えていたわけですね。そしてその北面の武士の代表人物が、平野忠盛清盛親子ということで、平家というのは白河院を武力で支える、そういう役割を担ったことで対等してきた一族だったわけですね。 ちなみに平の清盛の育ての親は忠盛で間違いないんですけど、生みの親は白河院という説があって、割と有力な説なんですけど、まあ、そういう説が出てくるくらい平家と白河院というのは密接に関わっていて、白河院と深くつながることによって平家はこの時代大きく台頭してきていたということになります。その一方で平家といえば源氏ということで、源氏の話もすると、 ちょっと詳しい経緯は時代を遡りすぎてしまうので、時間がかかるので割愛しますが、源氏というのはもともと藤原節関家とのつながりが強かったんですね。ただ、今、陰性の時代で陰が台頭している、その一方で藤原節関家の力は弱まっていますので、それに伴い、平家は今絶好調で台頭しているのに対し、源氏はちょっとずつ勢いが落ちているという状況になります。 はい。それでは次の話。スト天皇と皇太帝事件に入りましょう。今、白河院が堀川鳥羽ストックとずーっとその間、地点の君であり続けているという状況です。そしてスト天皇というのは、鳥羽上皇と藤原の玉子という人の間に生まれた子供なんですが、実はスト天皇の生まれには違惑がついていて、スト天皇は、玉子と鳥羽上皇が結婚して生まれた子供。 ではなく、玉子と白川院が不倫をして生まれた子供なのではないかという説があって、当時からそういう噂があったんですね。実は玉子というのは、早いうちにお父さんを亡くしてしまったので、白川院に引き取られて、白川院の養子、娘として育てられていたんですね。で、白川院はその娘を芝上皇に嫁がせたということになりますが、にもかかわらず白川院は、 養子とはいえ自分の娘の玉子と不倫をして実はスト天皇を産んだっていうね説があってもしそれが本当だとしたら白川院がやりたい放題だったというのがわかりますが、まあ、そんな感じでスト天皇の生まれには違惑がついているんですね で、鳥羽上皇がそのことをどう思っていたかわからないというか、信じていたかどうかはわからないんですが、少なくとも今後の行動を見る限り、鳥羽上皇は諸徳天皇のことをめちゃめちゃ礼遇していくんですね。ということで、ここが対立するというか、まあ、一方的に鳥羽上皇が諸徳天皇のことを礼遇し続けるという状態が続きます。 こういう状況の中で、ずーっと地点の君であり続けていた白河院がとうとうお亡くなりになります。白河院がお亡くなりになったことで、鳥羽上皇は、今まではずーっと白河院が実権を握っているせいで、自分は政治ができなかったわけですよね。ということで、白河院の真似をして、俺も院政を始めるぜ。取得天皇には政治をさせない。上皇の俺が政治を動かすぜ。ということで、鳥羽院を開始して、 ついに、羽上皇が地点の君となった、鳥羽上皇の時代がやってきたわけですね。で、その後、羽上皇は、やっぱり白河院と不倫をしたという噂のある玉子のことは嫌って、もう一人の奥さんである藤原の成子という人のことを長愛し始めるんですね。あちなみに、成子のことを微服盲荷、玉子のことを体験盲荷と呼んだりしますが、まあ、この動画では普通に玉子、成子で呼んでいこうと思います。 そして、この二人の間に、めでたく、成りひとという男の子が生まれることになりました。そして、鳥羽上皇と成子は、玉子と白川院が不倫をして生まれたという曰くがついているし徳天皇よりも、成りひとの方が可愛いので、今後の皇位継承ルートをし徳天皇のルートではなくて、成りひとのルートにしたいと思っているわけですね。 つまり、成人親王に早く天皇になってほしいと思っていたわけですが、当然、スト天皇はそんなことを認めたくないので、さてどうしたものかという状況になっていました。そこで、鳥羽上皇や成子がスト天皇にひどい罠を仕掛けることになります。スト天皇に対して、成人親王を養子にもらって、成人親王に行為を譲らないかというふうに提案したんですね。 でこれは、ストク天皇にとって悪い話ではなかったので、実現し、えー、成りひとしが、ストク天皇の養子となって、行為を譲って、ストク天皇は、ストク上皇に、なり人としは、この天皇になりました。これの何が、ストク上皇にとって悪い話ではなかった、というか、めちゃめちゃ良い話だったんですけど、良い話だったのか、というと、ストク上皇とこの天皇というのは、今、親子関係にあるわけですよね。 しかも、この江天皇は即位した時、2歳とか3歳くらいだったので、もちろん自分では政治を行いません。ということで、お父さんであり、上皇の私が代わりに政治を行います。つまり、四徳上皇が陰性を開始して、四徳上皇が地点の君となります。という状況が出来上がったわけですね。 なので、取得上皇からすると、ついに私が政治を動かすことができる。ということで、すごく喜んで、こういう話を飲んだわけですが、これは罠でした。芳法王と成子が取得天皇に対して、そんないい話を持ってくるわけがなかったんですね。この江天皇が即位するときに、まあ、儀式みたいのがあって、そこで文章が読まれるわけですけど、その文章の中で、この江天皇のことを、取得上皇の皇太子、 子供ではなく、この絵天皇はス徳上皇の皇太帝、弟なんですよ。というふうに書いてあったんですね。これはものすごくひどい話で、ス徳天皇に対して、ダリヒト神皇を養子にもらわないか、というふうに話を持ちかけて、養子として育てさせておいたにもかかわらず、いざこの絵天皇が即位するとなった時に、あなたはこの絵天皇のお父さんではありません。ただのお兄ちゃんですよ。 というふうに無理やりしたわけですね。これによって、ストック上皇と近衛天皇の親子関係はなくなってしまいました。これはストック上皇にとっては超許せない事態なんですね。というのも、陰性というのは、子供の代わりに親が政治を行うとか、孫の代わりにおじいちゃんが政治を行うみたいな感じでやるのであって、兄弟で陰性をやるという話にはならないわけですね。 ということで、取得上皇は、息子のこの天皇の下で自分が地点の君になれると思っていたのに、それを完全になかったことにされてしまい、罠にかけられていたわけですね。はい。こういう経緯があって、この天皇は無事即位したわけですが、当然騙された方の取得天皇は、めちゃめちゃ不満を覚えていく、ということになりました。はい。なかなかひどい話でしたが、次の話に入りましょう。 今、鳥羽法皇となり子の働きかけがあって、この江天皇が即位できたわけですが、ただ、この江天皇というのは幼い頃から結構体が弱かったらしくて、確か17歳とか、そのくらいの若さで亡くなってしまうんですね。で、次の天皇を決めようということで、会議みたいのが開かれるわけですが、 あちなみにその会議の議事録みたいのが残っているわけではないので、今から話す話は憶測の息を出ない話にはなるんですけど、まず第一候補として挙がったのは、取得上皇の第一王子の茂氏と親王。順番的にやっぱりこの人が次の天皇になるべきだろうという話にはなったらしいんですね。 ただやっぱりこの頃、鳥羽上皇とか成子が一番力を持っていて、この二人は取得上皇ルートのことを嫌っていますので、先に結論を言ってしまうと、取得上皇はまた礼遇されて、第一王子の茂人親王は次の天皇になることはできなかったんですね。となると、残りの候補は、取得上皇の弟である正人親王か、その息子の森人親王ということになったんですが、ただ、正人親王にはちょっと問題があって、 この人は今用ぐるいだったんですね。今用というのは当時流行っていた流行家みたいなものを言うんですけど、皇族にもかかわらずそういうものにうつつを抜かして全然政治に関心がないし、まあ、結構行動なんかも突拍子もなくて奇抜な人でちょっと評価が低かったらしいんですね。でその一方で森人親王は結構まともな人でしたし、特に森人親王は実は成子の養子に入っているんですね。 まあそういうこともあって、成子は特に森人親王を推していたわけですが、ただ、お父さんを飛び越えて先に子供が天皇になるという例がほとんどなかったので、それはいかがなものかということで、森人親王までのつなぎとして、中継ぎとして、一旦正人親王に天皇になってもらいましょうということになりました。こうして正人親王が即位し、小白川天皇、あのすごい有名な天皇ですよね。 御白川天皇が誕生するとということになりましたただ、こうして後白河天皇は即位できたわけですが、ずっと礼遇されている取得上皇は当然大きな不満を抱くわけですよね。なぜお兄ちゃんの俺よりも弟のあいつの方が優先されてるんだということで、ブチギレ状態なわけですよね。ということで、これはちょっと予告になりますが、お兄ちゃんであり上皇の取得上皇と、 弟であり、現在の天皇の後白河天皇。ここがバトルになるのが方言の乱ということになりますが、それが勃発するのはもう少し先のお話ということになります。こうして、将来の火種を抱えたまま、後白河天皇は即位することになりましたが、後白河天皇の即位にあたって、神政という人が作動した、つまり裏でいろいろ手を回したりして動いたんじゃないかという説があるんですね。 では、新税ってどういう人なのかというと、まあ、すごく今後のキーパーソンとなってくる人なので、詳しめに解説をすると、まず、新税は、藤原南家の学者の家系ということで、おじいちゃんとひいおじいちゃんが、今で言うと、まあ、すごく簡単に言うと、東大のトップを務めたという人で、ものすごく頭がいい家系に生まれたし、本人もめちゃめちゃ頭が良かったというふうにされているんですね。ただ、藤原南家というのは、 実は、藤原石管家というのはホッケで、一番力を握っている階級が高いのはホッケだったんですね。なので、神勢はものすごく頭はいいんですが、藤原南家の生まれで、ホッケに比べると少し階級が下だったので、頭はいいにもかかわらず、なかなか出世ができない、みたいな人物だったんですね。でそれが嫌で、頭を丸めてお坊さんになって、神勢というふうに名乗っているわけですが、まあ、そんな感じで、頭はいいのになかなか出世できないという人物でした。 ただ、そんな神聖にチャンスが訪れます。神聖は、陰の謹慎として出世していくことになるんですね。陰の謹慎というのは、簡単に言うと、陰に置かれた側近ということで、陰性の時代は、もちろん陰が一番力を持ってるわけですよね。なので、陰が独自に人を雇って側近を置いていくことになるんですけど、その結果、藤原節関家が栄えていた時代では、なかなか活躍できなかったような人でも、 能力があったりとか、院に気に入られたりさえすれば、院に雇われて、院の近親として出世することができたわけですね。そんな感じで、新勢というのは、まあ、藤原南家の生まれということで、国家に比べると、ちょっと階級的には下になるんですけど、能力はすごく高かったので、鳥羽院に気に入られて、鳥羽院のもと、院の近親として出世を果たすということになりました。そんな新勢に、さらなるチャンスが訪れます。 神税の妻が、後白河天皇が、まだ正人親皇だった頃から、乳母を担当していたんですね。ということで、神税も正人親皇にとっては、父親代わり、みたいな感じだったんですが、その正人親皇が次の天皇に選ばれれば、父親として強権を振るうことができるわけですよね。ということで、神税が裏でいろいろ動いて、正人親皇が即位し、後白河天皇になったんじゃないか、という説が出てくるわけですが、 この後白河天皇の下で育ての親であった神勢がめちゃめちゃ権勢を振るうようになるということで最大の権力者となっていくんですね。そして最大の権力者となった神税が方言の乱、平治の乱に大きく関わっていくということになりますが、それはまだ少し先の話になります。はい。ということで、ここまでは主に天皇家の動きを見てきましたが、方言の乱には藤原節官家も関わってきますので、 今度は藤原節関家の内紛について見ていきたいと思います。皆さん、藤原の忠真という人を覚えているでしょうかまだ白河院が政治の実権を握っていた頃に、この藤原の忠真という人が20歳くらいで関白になったはいいものの、政治の経験がなかったので、どんどん力を奪われていって、結局なし崩し的に白河院が院政を始めることになっちゃった。 という時に藤原節関家の長だった人が藤原の忠実になります。そんな感じで白河院の時は藤原節関家の力がかなり落とされてしまったわけですが、ただこの藤原の忠実が鳥羽上皇に娘を嫁がせていたということもあって、鳥羽上皇の時代になると少しずつ藤原節関家が力を取り戻しつつあったんですね。 そして、そこからちょっと時代が進んで、たださねも年を取ったということで、息子のただみ右の人ですね、青文字の人に、石関の地位を譲るということになりました。ちなみに、陰性の時代には、摂政官白は置かれなかったと思っている人がいるんですが、そんなことは全然なくて、まあ確かに前世紀ほどの力はありませんけど、ちゃんと陰性の時代にも摂政官白という地位があって、それをただみが担っていたという状況だったんですね。 ただ、残念ながら、ただちには子供が生まれませんでした。なので、このままだと後継者がいなくて困るということで、異母兄弟でかつ年齢が20歳くらい離れていた弟のより長を養子として迎えて、より長を息子とする、次の後継者とするというふうに決まったんですね。ただ、こういう状況の中で問題が起こります。こういう話って歴史を勉強していると嫌になるほどよく出くわすパターンなんですけど、 弟を養子としてもらったはいいものの、そのすぐ後に息子が生まれちゃったんですね。そうなると、ただ道としては、やっぱり弟よりも実子の息子の方に後を継がせたいというふうになっちゃうのは、まあ仕方がないということで、ただ道がダダをこね始めるんですね。ということで、ただ道は息子に後を継がせたいから、 より長に、後に石関の地位を譲るというふうに決まっていたにもかかわらず、やっぱり譲りませんというふうに、わがままを言い始めてしまうんですね。そうなると、もちろんより長は不満に思いますし、お父さんの忠実も、どちらかというとより長の方を可愛がっていたので、こうして藤原石関家は、お父さんの忠実とより長が、バーサスより道という構図で内紛を繰り広げることになるという事態になりました。 では、どのような争いを繰り広げるのかというと、まあ、当然貴族なんで殴り合って話を決めるわけではないわけですね。で藤原節関家にとって一番重要なのは、今の天皇に娘を嫁がせて、次の天皇を産ませて、自分が外祖父となって、摂政官白となって、政治を動かすということになりますので、えー、まず藤原の頼長、弟の方がこの絵天皇に養女、えー、養子となった娘を受代させたんですね。 で、それに対抗するために、お兄ちゃんの忠道もこの絵天皇に幼女を受代させて、幼女の受代合戦みたいな感じになっていくんですね。で、それを見ていたお父さんの忠だが、忠道に対して、まあもともと忠道は頼長に対して、摂政関白の地位を譲るというふうに決まっていたわけですよね。にもかかわらず、忠道が頼長にこういうふうに対抗しているということで、ついにお父さんがぶち切れちゃうんですね。 ということで、お父さんの忠実は、ついに忠道との縁を切る、ということをしました。こうして、お父さんから縁を切られたお兄ちゃんの忠道は、一気に力を落とす一方で、弟の頼長の方は、お兄ちゃんの忠道から、藤原節関家の長の立場を奪いましたので、ここからしばらく頼長が牽制を振るって、頼長が政治をする時代がやってくるんですね。ただ、頼長というのは、新勢と同じく、ものすごく頭がいい人だった。 とはされているんですが、ただ頭がいいのとみんなに好かれる政治ができるかっていうのはちょっと別問題で、より長の政治というのは厳格すぎてめちゃめちゃ不評になっていくんですね。というのも、藤原のより長の悲願というのは、かつて藤原の道長が牽制を振るっていた時代のように、藤原石関家が摂政関白として政治をすべて動かすのが正しいというふうに考えていて、そういう時代を取り戻そうというふうに、より長は動いているわけですね。 ただ、今、陰の謹慎と呼ばれる、陰の下で出世をしている人たちがたくさん出てきたわけですよね。藤原の頼長は、そういう人が邪魔くさいと思っているので、陰の謹慎に対してかなり冷たい態度で政治を行ったんですが、そういう冷たかったり厳格すぎる政治というのが、陰の謹慎たちからものすごく不評になっていくんですね。そして頼長は、悪サフというニックネームを付けられてしまいます。サフというのは、頼長が当時ついていた左大臣のことなんですけど、 悪というのは、まあ、今で言うと悪いという意味になりますが、これはどちらかというと、やりすぎとか極端なみたいな意味で使われている悪ですね。まあ、そんな感じで、極端に因の謹慎とかに対して厳格すぎる政治を行ってしまったより長は、めちゃめちゃ不評になって評判が落ちていくということになりました。そして、こういう状況の中、すでにお話ししたように、この絵天皇が若くして亡くなってしまいます。 そして実は頼長は厳しすぎるということで、この江天皇からも評判が良くなかったんですね。そういうこともあったのか、この江天皇が亡くなった後に、これは頼長がこの江天皇を受訴したせいだという噂が広まってしまったんですね。で、これが本当かどうかわからないというか後にお話ししますが、多分作り話だろうとは考えられてるんだけど、こういう噂が広まってしまった。 ということと、もともとかなり嫌われていましたので、これによって、頼りながは政治の実権を奪われてしまって、またお兄ちゃんのただ道が復権するということになりました。はい。こんな感じで、頼りながは噂を流されたせいで、政治の実権を奪われてしまったわけですが、この噂というのは本当ではなくて、実はただ道としんの策略、つまり、ただ道としんがこういう噂をでっち上げて広めたんじゃないか、 という説が割と有力となっています。まあありえそうな話ですよね。忠道にとってはもちろんよりながは邪魔くさいですし、そして新勢にとってみても、新勢というのは院の謹慎で、院に可愛がられた結果出世した人物ですからね。しかも今この絵天皇が崩御して、後白川天皇になるかもしれない。自分が権力を握れるかもしれないという瀬戸際だったので、 藤原のより長という藤原石関家が邪魔臭く,くて、藤原石関家の力を削ぎたいと考えているわけですよね。まあ、そんな感じで真相はわからない部分もありますが、ただ道と新税の策略によってこういう噂を流されたんじゃないかという説が割と有力で、より長は政治の実権を奪われるということになりました。はい。そしていよいよこういう状況の中、方言の乱が勃発します。ということでまず方言の乱の直前の動きを解説すると、 まず、今の状況を整理すると、天皇家はこのような対立構造にあります。取得上皇、バーサス、後白川天皇、鳥羽法皇ということで対立構造があり、そして藤原節関家は弟の頼長とお兄ちゃんの忠道が対立しているという状況にあります。そして右側のグループには、後白川天皇の下で権力を振るっている神聖が裏に控えているというか、含まれているという状況になります。 そして今、左側のストック上皇の、この青文字で書いたやつと、右側の赤文字で書いた人たち、どっちが勢いがあるか、というと、右側なんですね。というのも、ストック上皇は、自分の王子が天皇になることはできず、結局、後白河天皇が即位した。そして、藤原石関家に関しても、藤原の頼長は、今あらぬ噂を立てられたせいで実権を失ってしまった。 ということで、ストック上皇や藤原の頼長の方が勢いが下がって力を失っているという状況になります。こういう状況の中でパワーバランスが大きく崩れるかもしれない出来事が起こります。地点の君であり続けた鳥羽法皇がついに亡くなってしまったんですね。で、後白河天皇サイドは鳥羽法皇の権威をもってストック上皇サイドを押さえつけているという側面がありましたので、 トバ法王がなくなったことによって、スト上皇の方が盛り返してくる可能性があったんですね。ただそれは当然、後白河天皇サイドからするとよくありません。特に親税にとってはよくなくて、というのも親税というのは、後白河天皇の育ての親ということをもって権力を振るっていましたので、当然スト上皇が盛り返してきては困る。 ついでに言うと、新税は藤原節関家の力も削ぎたいと思っているので、藤原の頼長の力もこのまま落ちていてほしいんですね。ということで、新税が中心となって、こちら川天皇サイドは先制攻撃を仕掛けるために動くことになるんですが、鳥羽法王が亡くなってすぐ後に、都では、卒上皇と藤原の頼長が結託し、国を傾けようとしているらしい、という噂が流れ始めるんですね。 ただこの噂というのは作り話で、後白河天皇サイドの策略、具体的に言うと、新勢がこういう噂話を流して、えトッ上皇だったり、頼長をやっつけてしまおうというふうに、こういう噂を流したんじゃないかとされています。こうして、真相はよくわからないところもありますが、とにかく今噂を流されてしまった頼長は、謀本人ということになってしまったんですね。 そして、無本人の頼長の邸宅が襲撃され、財産も没収されるということで、頼長はすごく悲惨な目にあったわけですね。で、ここに至って頼長は、まあ、このまま座して待っていても、無本人としてやられるだけですので、こうなったらやるしかないということで、頼長は兵を挙げて局面を打開するしかなくなってしまったんですね。そして、その頃、不足上皇は、 同じく噂を流されている頼りが襲撃されたということで、自分も危ないかもしれないと考えて、スト上皇は白川北殿というところに避難していたんですね。で、その白川北殿に避難していた上皇のもとに頼りがやってきて、頼りがこうなったら挽回するためには兵を挙げて、ご白川天皇サイドをやっつけるしかないです、ってことを上皇にこう持ちかけるんですね。で、スト上皇としてもずっと礼遇され続けてきた人生でしたので、 ここから逆転するためには、今立ち上がるしかないかということで、ついに取得上皇も決意し、取得上皇頼長が手を結んで拒兵を決意するということになりました。こうして1156年に方言の乱が起こるということになります。はい、こうしていよいよ方言の乱が始まりますが、もちろん貴族とか天皇が殴り合って話を決めるわけにはいかないので、 それぞれが武士を持ち寄って武士を戦わせてことを決するという風になっていきます。ということで方言の乱最終的にはこのような構図になりました。まず左側の首都徳上皇、藤原の頼長グループについた源氏が源のため吉、平家が平の忠政という人になります。それに対し、後白河天皇グループについたのが、えー、源氏が源の吉友、平家が平の清盛ということになりました。 で、えー、カッコの部分を見てもらえばわかるように、源の義朝にとって、源のため義は実のお父さん。平の清盛にとって平の忠正は実のおじ。ということで、えー、天皇家も藤原石管家もそうですけど、方言の乱というのは、天皇家、藤原石管家、源氏、平家、すべて肉親同士で戦った戦いだったということになりました。それぞれの武士について簡単に解説をすると、 まず、源のためよしという人は、そもそも源氏は藤原石関家とのつながりが強かったという話をすでにしていますよね。ということで、ためよしは藤原の頼長に仕えていたので、まあ、そのまま頼川グループに着いたということになりました。その一方で、息子の源のよ友は、妻が院の近親だったという関係もあって、鳥羽院との関係が深かったんですね。 ということで、藤原石関家とのつながりが強い亀義とは対立しがちで、しかも義友の方が子供なんだけど、子供の義友の方が力も握っていたんですね、この頃になると。ということで、義友と亀義はもともと対立しがちで、子供の義友の方は、後白川天皇グループの方についたということになりました。続いて、平家の話をすると、平家というのはもともと藤原石関家ではなく、陰との関係が深い一門だったわけですが、 ただ、この平野清盛の叔父にあたる平野忠正という人は、ちょっと具体的な内容はわからなかったんですけど、飛ば院の下でなんか問題をやらかしちゃったらしくて、院から結構遠ざけられてたらしいんですね。そういうこともあって、忠正はより長の方に仕えていたので、平野忠正はより長の方、不足情報グループについたということになりました。 一方、老いの平の清盛は、実は平の清盛って、後白河天皇サイドにも、不足上皇サイドにも、どっちともにも結構関係が深くて、清盛がどっちにつくかっていうのがかなり重要だったんですね。ただ最終的に清盛は後白河天皇サイドにつくということを選びました。理由は諸説あって、はっきりとはしないんですけど、平の清盛の育ての親が、 えー、池の禅師って方なんですね。でその池の禅師が、取得ック上皇の息子の重氏と親皇の貢献というか、奪おをやっていたんですよ。まあ、そういうこともあって、取得ック上皇は、平野清盛がこっち側のグループについてくれないかなというふうに願っていたわけですが、 ただ、池の善治が、その乳母の立場から、取得上皇サイドの動きが手に取るように分かったのか、平野清盛に対して、取得上皇サイドはあんまり兵の集まりが良くないから、この戦いに勝ちたいんだったら、後白河天皇サイドについた方がいいかもしれないよ、というふうにアドバイスした、みたいな説があるんですね。まあ、そんな感じで最終的に平野清盛は、後白河天皇サイドについた、ということになりました。 で、これをもって、平野清盛が今、京都で一番兵力を持っていましたので、もう戦いが戦う前、戦いが戦うじゃない、戦いが始まる前から、四足上皇側の方が軍勢が不利で、後白河上皇の方が軍勢的には有利という状況が出来上がってしまいました。 しかも、今、軍勢として、後白河天皇サイドの方が有利なわけですが、それだけではなく、戦術面でも後白河天皇サイドの方が、いい作戦をとって、プラスに働いていくことになるんですね。今、取得条項サイドでは、源の義が、野州を提案したんですが、ただ、藤原の頼長が、そんな汚い真似はダメだ、みたいな感じで却下してしまい、それを取得条項も認めた、要するに野州はダメだ、ということになってしまったんですね。 一方、後白河天皇サイドでは、同じく、源義朝が野州の提案をしたんですが、新勢は勝てば何でもいいって感じなので、それを採用するんですね。ということで、新勢と後白河天皇サイドはこれを採用し、後白河天皇サイドは野州を仕掛けることになりますが、これがプラスに働くということになりました。こんな感じで、軍勢的にも後白河天皇サイドの方が上だったし、野州もプラスに働いた。 ということで、結局、蓋を開けてみると、たったの1日くらいで、方言の乱は、後白河天皇側が圧勝し終わる、ということになりました。はい。こんな感じで、方言の乱は、後白河天皇側の圧勝で終わり、戦後処理が始まる、ということになりますが、戦後処理の中心人物は、後白河天皇の最大の権力者である、親勢が中心となって行っていく、ということになります。まず、負けた取得条項は、とても悲惨な目にあって、 上皇であるにもかかわらず、さぬきに流罪となってしまったんですね。実は天皇とか上皇がどっかに流罪になるっていうのは実に数百年ぶりの出来事だったんですけど、ただ、神勢は、後白河天皇の下で権力を振るっているという人ですので、即上皇のことは邪魔くさいわけですね。ということで、神勢はかなり強硬な姿勢をとって、即上皇を数百年ぶりに島流しにしたということになりました。 そしてその7、8年後くらいに不足上報はなくなって、なくなった後、不足上報は音量になったということで、不足上報音量伝説みたいのが始まるんですね。 まあこの頃ちょうど都で色々と災いが起こっていて、それはストック上皇のたたりじゃーみたいになるんですけど、振り返ってみるとストック上皇というのは生まれた時から曰くきでずーっと礼遇され続けて、最後に立ち上がったはいいものの負けて数百年ぶりに流されるっていうすごい悲惨な人生を送った人だったわけですよね。なのでこういう音量伝説が作られたわけですけど、こんな感じでストックコウというのはすごくね、悲惨な人生を送って最後を 遂げるとということになりました続いて、藤原石関家の負けた側の頼長の話をすると、まず頼長は戦いの最中に首に弓矢を食らってしまって、もう重傷だったんですね。ということで、重傷の頼長は、お父さんの忠実を頼って、忠実の館に行くんですね。で、お父さんとしてみれば、頼長のことを可愛がっていたし、実は忠実というのは方言の乱に直接的には関わってないけど、まあ、気持ち的には取得条項グループだったんですね。 だから、タタザネには、当然、ヨリナガを救いたいという気持ちはあったんですが、ただ、ここでヨリナガを救ってしまうと、自分は即トッグループだった、ということになってしまいますよね。そうなると、藤原石関家の力がもっと下がってしまう、ということで、タタザネは、団長の思いで、怪我をしているヨリナガのことを見捨てるんですね。そして、ヨリナガは、今、首に矢をいられて、重症の状態ですので、そのままお亡くなりになってしまう、ということになりました。 そして最後に武士たちの話をすると、武士たちが一番悲惨な目にあっていて、武士たちは肉親同士で処刑することになったんですね。勝者側の源義朝、子供が敗者側のお父さん、源ため吉を処刑し、平家は勝者の平良清盛、老いが叔父の平良忠政を処刑するということで、実は死刑制度が復活したっていうのも数百年ぶりで、かなりこう反対意見もあったらしいんだけど、 ただ、神勢が強硬な姿勢をとって、ダメだ、処刑しろって言って、肉親同士で処刑をさせるというかなりグロいことをやったわけですね。はい、ということで、えー、負けた側のグループはこんな感じで最後を終えました。特に武士たちは結構悲惨な目に遭ったわけですが、ただ、方言の乱が武士に与えたプラスの影響というのは大きくて、まあ、結局のところ、方言の乱というのは、 朝廷内の内輪もめだったわけですけどその内輪もめを解決しようと思った時に武力に頼るしかないということがよく分かったわけですよね。ということでこの方言の乱によって武士の影響力が拡大しもう武士なしでは朝廷が回らないということが分かったわけですね。そしてそれが今後の平の清盛の武士の世の中が始まるきっかけとなったということになります。 はい、こうしていよいよ方言の乱は終わりましたがその3年後には平治の乱が始まるということで、えー、今度は話題が変わり平治の乱の話になりますまず平治の乱の背景を説明すると方言の乱のあと一番の権力者となったのは後白河天皇のもとで権力を振るう神勢です で新税の政治の内容自体は結構ポジティブに評価されることが多いんですが、ただ、いかんせん独裁をしすぎてしまって、まあ、自分たちの息子もいろいろな要職につけたりして、新税一門が政治を独裁するようになっていってしまうんですね。で、まあ、こうなってくると、いくらいい政治をやっていても、やっぱり反感の感情を持つ人が出てくる。ということで、新税の独裁政治が強まるとともに、今、反新税派が形成され勢いを持ち始めている。 という状況になっています。また、親聖は自分の思い通りに政治を動かすためには、もちろんその背景として武力を保有してなければ、言うことを聞いてくれなくなりますので、親聖は平の清盛、平家を優遇して、平家と深くつながっていくんですね。まあ、正確に言うと、方言の乱の前から親聖と平家は結構仲良かったんですけど、ここがさらに密接に結びついて、親聖のもとで平家がどんどん出世していくという状況になるんですね。 で、方言の乱の後の恩賞においても、実は方言の乱においては、平の清盛よりも、源の義朝の方が、戦における活躍は大きかった、とされているんですが、にもかかわらず、平の清盛が優遇され、源の義朝は礼遇された、とよく言われるんですね。で、その結果、源の義朝が、親勢に反感を覚えた、みたいな説があります。ただ、一応言っておくと、最近この説は結構否定されているらしくて、 というのも平清盛と源義朝というのは方言の乱の前の状態ですでに平清盛の方がだいぶ上に行っていて方言の乱の前から結構格差はあったんですね、まあ、そう考えると方言の乱の恩賞でも格差が生まれるのは当然だというふうに考えられて源義朝が冷遇されたとは言えないのではないかという話が最近結構あるみたいですね なので、源義朝が恩賞において礼遇されたから、神前に反感を覚え、平時の乱を起こす、みたいな考え方はちょっと短絡的すぎるだろうと最近言われているらしいですが、ただ、今のところ平家の方が出世しているというのは間違いなくて、当然現氏としては平家に追いつきたい、追い越したいと考えているので、まあそういう気持ちが平時の乱につながっていくと言えるのかもしれません。 はい。こんな感じで、方言の乱の後、後白河天皇のもとで、新勢が最大の権力者となったわけですが、こういう状況の中、事件が起こります。まず、皆さんちょっと思い出してほしいんですけど、そもそも後白河天皇って、どういう経緯で天皇になりましたっけちょっと復習をすると、 この天皇が亡くなってしまった時に、次の天皇を決めようってなって、まずストックルートの茂人親皇は外されてしまって、まあこういうことが方言の乱のきっかけになったわけですよね。で、正人親皇と森人親皇、どっちにしようかなってなった時に、森人親皇というのは、成子の養子に入ってましたので、成子としては森人親皇を押していたんですが、ただお父さんを飛び越えて先に子供が天皇をやってしまう。 というのは、いかがなものか、ということで、森人親王までの、森人親王が天皇になるまでのつなぎとして、とりあえず、一旦、正人親王が天皇になりなさい、ということで、そんな感じで正人親王は、こちら天皇になったわけですよね。要するに、中継ぎに過ぎなかったわけですよ。で、成子としては、早く森人親王に天皇になってほしいわけですね。 で、この頃、成子は、トバ法王も亡くなってるんですけど、そのトバ法王の証言を引き継いで、新勢に負けず劣らずの権力者となってますので、さすがの新勢といえど、成子の言うことを全く突っぱねることはできないんですね。ということで、最終的に、えー、1158年、成子と新勢の協議の結果、まあ、どういう話がされたのかっていうのは具体的には残ってないですが、この二人が何らかの話し合いをした結果、 二条天皇が即位し、後白河天皇は上皇となったということになりました。ただ、二条天皇が即位したことによって、後白河上皇と二条天皇、どっちが政治の実権を握るかという問題が出てくるんですね。というのも、後白河上皇は二条天皇のお父さんなので、陰性を開いて支点の君になるということは、やろうと思えばできたんですが、 ただ、成子とか、二条天皇に近しい人からすると、後白川上皇なんて人は、所詮中継ぎの人に過ぎなかったんだから、もう引退してください。政治に関わらないでください。これからは二条天皇自らが政治をやります。というふうに、二条天皇の申請を望んだわけですね。ただ、当然、後白川上皇に立場が近い人たちは、後白川上皇の陰性を望む。ということで、 こうして、後白河陰性派 vs 二条新政派という戦いが始まったんですね。では、新政はどちらの派閥に属しているのかというと、新政は後白河天皇の下で権力を振るっていましたので、まあ、基本的には左側、後白河陰性派と言ってしまっていいと思うんですが、ただ、新政は賢い人なので、二条天皇が即位した時に、二条天皇側にも自分の一門をたくさん送り込んで、 後白河院政派、二条神聖派、両派にちゃんと影響力が及ぶようにしていたんですね。まあ、そんな感じで新政はかなり賢くやっていたわけですが、ただ二条天皇側のグループからすると、あいつは後白河天皇の時に権力を握っていた。その後の二条天皇の時代でも権力を握り続けるつもりなのか。ということで、二条神聖派の中で、新政うざいと考えるアンチ新政が増えてくるんですね。 で、その一方で、後白河陰性派でも元々、もともと親税が、かなり独裁を強めていたということで、すでにお話ししていましたけど、反親税の人たちがたくさんいたんですね。こんな感じで親税は、後白河陰性派、二条親税派、どちらにもちゃんと影響力が及ぶようにはしていたんですけど、その結果、両派に、アンチ親税が潜んでいるという状況になってしまいました。こうして、後白河陰性派と二条親税派は、 本来は対立しているんですが、親税がうざい、親税を排除したいという点で協力し合うようになるんですね。一部の人たちが。そんな感じで反親税派が形成されました。そしてこの反親税派の人たちが平治の乱を起こすということになりますが、平治の乱を起こす長本人は藤原の信頼という貴族になります。この人は、まあ本当かどうかはわからないんですが、平治物語みたいな物語の中では、 ご白川上皇の寵愛で能力的には無能だったにもかかわらず、まあ、それこそご白川上皇と肉体関係みたいのがあって、寵愛で出世した人物、みたいな感じで物語の中では描かれている人なんですね。そして藤原の信頼は、こんな感じのキャラクターですので、ご白川上皇の寵愛を利用して、たくさん会位をもらおうとするんですけど、それに対して、 心勢がこんな奴にポンポンと官位を上げるのは良くないですよっていうふうに情報をいめたりする場面が平治物語とかそういう物語の中では描かれているんですね。まあ、そんな感じで藤原の伸びりと心勢は対立していくわけですが、まあ、ちなみに言うとというか、再三言うとこの辺はあくまで平治物語とかそういう物語を参考にした話なので、本当かどうかはわからなくて、実際藤原の伸びりって結構有能な人だったんじゃないか。 みたいな説もあるんですけど、まあ、大河ドラマとか小説とか、そういう中ではこんな感じで描かれることが多い人物が藤原の信頼ということになります。ついでに言うと、藤原の信頼は、えー、藤原ホ家ケの生まれということで、新勢よりも生まれの階級自体は高いんですね。にもかかわらず新勢の方が出世をしているということで、藤原の信頼の中でそういうのもあって新勢のことが憎い。なんで階級が生まれが悪いあいつの方が出世しているんだ。 みみみたたたいいな嫉妬心とかか憎ししののの気持ちももあったのかもしれません、はい、こんな感じで今反親税派は親税をやっつけようというふうに行動しているわけですがもちろん親税をやっつけるためには武力を保有してなければいけません。ということで藤原の信頼がちょっと細かいので詳しい説明は省きますが土地柄的にも仕事柄的にも源の義朝と結構関係が近かったんですね。 ということで、藤原の信頼が源の義朝に話を持ちかけて、義朝がこれに協力をするということになりました。義朝が協力した理由について、まあ、はっきりした理由はわからないというか、まあ、いろいろ諸説ありすぎてわからないわけですが、すでにお話ししたように、新勢が平家を優遇し、源氏を礼遇していたというのも、もしかしたら関係あるのかもしれません。こうして、藤原の信頼や源の義朝が中心となって、平治の乱が起こる。 ということになります。ちなみに、義朝の三男が後に鎌倉幕府を開く源頼朝ということで、頼朝はこの時13歳とか14歳くらいなんですけど、まだ若かった頼朝もこの平治の乱に初陣で参戦するということになります。はい。それではいよいよ最後の話、平治の乱に入りましょう。今、反親税派の人たちは親税をやっつけるチャンスを伺っているわけですが、 そのために一番邪魔くさいのは、神勢のバックについている武力である平家、平野清盛なんですね。なので、平野清盛が京都から離れてくれないかなと思っていたんですが、そうこうするうちに実際に平野清盛が熊野毛でということで、三景に出かけて今日離れてくれたんですね。ということで、今がチャンスということで、反神勢派の人たちがクーデターを起こしました。これが1159年に起こった平治の乱になります。 まず、平時の乱が起こったのは、確か1159年の12月の上旬くらいだったと思いますが、その日の午前2時くらいに突然、三条殿という後白川上皇が住んでいるところに奇襲を仕掛けて、後白川上皇を軟禁してしまうんですね。で、この三条殿に神勢一門もいると思われたんですが、ただ、神勢一門はいち早く危険に気づいて逃げていたんですね。 シンは見事逃げて、なんと穴を掘ってですね、その穴に身を隠して敵をやり過ごすっていう方法をとっていたんですが、ただ残念ながら最終的には見つかってしまって、その穴をね、掘る音が聞こえてきて、もう自分はダメだと思って最終的にシンは自から自害するということになり、最終的にはシンは晒し首にされるということになってしまいました。 こうして当初の目的通り、神税をやっつけることには成功したわけですが、ただこのクーデターの知らせを聞いて、熊野詣でに出かけていた平野清盛が、京都に後に引き返してくるっていうのはまあ、わかりきってる展開なわけですよね。なので、源義朝の長男の、源義平という人は、今のうちに平野清盛をやっつけにこっちから行くべきです、というふうに提案したんですが、これに対して藤原の信頼は、 いや、私の息子と清盛の娘が実は結婚していたんですね。だから清盛は我々に協力するはず。もうクーデターは成功して、今更我々に反抗したってどうしようもないんだから、清盛は我々に協力するはずだよ。というふうに信よりは楽観的に考えていたんですね。 そして実際に後に京都に帰ってきた平野清盛は特に何も動きませんでした。信頼に対して反抗の気持ちを出すとか行動を起こすとかそういうのは全くなく自分の館が六原というところにあるんですけどそこでなんかじっとしているんですね。まあそれそうでこの頃信頼がクーデターという形で天皇とか上皇を抑えていますので今信頼の世の中になってしまっているわけですね。 ということで、天皇を抑えている信頼を攻撃すると、清盛は俗軍になってしまいますので、それでは勝てないということで、清盛は動かなかったんですね。ただ、清盛は俗軍になるからという理由で動いてはいないんだけど、実は動きさえすれば清盛の方が強いという状況だったんですね。というのも、この平治の乱というのはあくまでクーデターです。 でクーデターで一番やっちゃいけないのは、事前にバレて鎮圧されることですので、クーデターの時というのは、そんなにたくさんの軍勢を引き連れるわけにはいかないんですね。なので、源義朝の方は最低限の軍勢しか引き連れていなかったので、実は清盛の方が動けば圧倒的に戦力は上という状態だったんですが、ただ俗軍になってしまうからということで清盛がおとなしくしている、そういうかなり危うい状況にあったんですね。 そして、こういう危うい状況の中、反信頼りの二条神聖派の人などが二条天皇の脱出計画を立てるということになったんですね。これどういうことかというと、まず思い出していただきたいのは、そもそもとして、後白川上皇の陰性を望む人たちと二条天皇の神聖を望む人たちで対立していたわけですよね。なんだけど、この両派が垣根を越えて、 えー、心税が憎い。神税をやっつけようということで、今一部の人たちが合体して、こういうクーデターを起こしたわけですよね。そして見事神税をやっつけることには成功しましたが、その結果、神税の代わりに、信頼が威張ってるだけだよね。信頼の独裁が始まっただけだよね。というふうに不満に覚えている二条神聖派の人などがいたんですね。 ということで、こういう人たちは、信頼をやっつけたいというふうに考えるんですが、そのためには、清盛さえ動けば勝てる。このクーデターを鎮圧できるという状態だったんですね。ただ、清盛は今、俗軍になることを恐れて動かない。だったら、二条天皇を代理から脱出させて、清盛の館の方に移ってもらえば、清盛は官軍となり、清盛は思う存分戦えるよね。 ということで、藩の部よりの二条神聖派の人などが、二条天皇の脱出計画を立てるということになりました。そして、最終的には、この脱出計画がうまくいって、二条天皇も上皇もそれぞれ逃げ出すことに成功するんですね。ちなみに二条天皇の方は、女装して、こう女性のふりをして逃げたことで有名ですけど、そんな感じで二条天皇などが清盛の屋敷の方に逃げることに成功するんですね。 で、こうなってしまえば、二条天皇が清盛に対して、俗軍の伸び寄りたちを撃てという話になりますので、こうして平の清盛側が官軍になって、清盛は思う存分戦えるわけですね。 で、こうなってしまっては、すでに説明したように、吉友の方はクーデターだと思ってたので、必要最低限の軍勢しか持っていませんでしたし、続軍となってしまった今から仲間を集めようにも、続軍にはなかなか仲間は集まりませんので、最終的に軍勢に勝る安土官軍となった平野清盛が、平治の乱に勝利をして終わるということになりました。はい、こうして平治の乱は終わりを迎えましたが、戦後処理について簡単にお話しすると、 まず、藤原の信頼は、平治の乱の最大の首謀者ということで処刑になりました。そして、源頼朝、じゃないや、源義朝は、なんとか逃げることには成功したんですが、その逃亡生活中に、家人に裏切られて、結局、お亡くなりになる、ということになりました。 息子の頼朝の話はちょっと後にするとして、まあ、こんな感じで、義朝が亡くなったことにより、源氏の力は一気に衰え、そして平治の乱を見事に沈めた平の清盛、平家はますます出世することになるんですね。こうして武士の二大勢力であった源氏と平家のうち、源氏は一気に衰えてしまい、平家一教の世の中がやってくるということになりました。はい。こんな感じで、今回の動画は終わりとなります。 おそらく、またね、めちゃめちゃ長い動画となっているかと思いますが、ここまでご覧いただきありがとうございました。この後、平治の乱を沈めた平の清盛は超出世をしていって、平家にあらずんば人にあらず、みたいな時代がやってくる。ただ、最終的には、源氏が立ち上がって、源平合戦が起こって、平家が没落し、鎌倉時代がやってくる、ということになりますが、その辺の話は、こちらの平家物語の解説動画で解説しておりますので、 まだ見ていない方は今回の動画の続きとしてこちらの動画を合わせてご覧いただくとより理解が深まるかなと思います。また源氏の方のお話もしておくと今平治の乱に敗れたということで源義朝は最終的に亡くなったわけですけどその三男である源頼朝は理由は諸説あるので今回は割愛しますが殺されたりすることはなく伊豆への流罪で済まされたということになったんですね。 で、伊豆に頼朝が流された後の話が、現在の大河ドラマである、鎌倉殿の13人の話になりますので、こちらの鎌倉殿の13人の主人公、北条義時の解説動画をまだ見ていない方も、こちらのね、動画も合わせてご覧いただくと、理解が深まるかなと思います。順番としては、今回の動画、そして平家物語、そしてこの北条義時という順番に時系列的にはなってますね。 なので、もしよければ、これらの動画も合わせてご覧いただければ、とても幸いです。はい。とても長い動画になっているかと思いますが、最後までご覧いただきありがとうございました。次回何の解説をするかは未定ですが、まあ、基本的には僕の気まぐれというか、僕がその時興味を持っている時代であったり、出来事であったり、人物だったりを解説するという感じのね、チャンネルになるかと思いますが、ちゃんと歴史を解説する動画を投稿していこうと思っていますので、 もしよろしければチャンネル登録や高評価をしてくれると嬉しいです。お願いします。最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。